まつわるさまざまな噂を我々二人が検証するという番組でございます。解説、海の説検証番組、そういうことでございますけれども、なんか番組っぽくパキパキいこうかなと思って、今回は6回目、服で分かっちゃいますけれどもね。日本撮りそんな感じでスタートするんですけれども、今回の説を出す前に言っておかなきゃいけないことがあります。ここまで全敗です。乗り打ちしてて二人の収支は、あー俺のせい。いや私も悪い、分かってる、どっちも悪いと思う、でもチン様は一回も勝ってないらしいんで、あの説云々を言うにはやっぱり勝利が必要ということなので、説得力を我々が持たせるためにはまずは勝ちを目指そうと、はい、いうことでございます。心得ております、そんな本日の解説こちらでございます。じゃん、大海アグネス勝てる説。まあ、赤海ですよね、要は。はい、これあれなんですよ、私ね気づいてるの、これなんでこれが出たか分かります。これちんさんは言ってないよね、別に大海アグネス勝てるぞ、甘いぞとかも、そんな説があるのもむしろ僕知らなかったですよね、はい、私がちんさまと前回ぐらいですか話をしてる中で、アグネス勝てるんでみたいな言葉を言ったんですよ、はい、何が好き、どの台が好きって言って、はいはいはい、違うんだこれ、別にこれが違うとは言わないんだけど、私が勝てるって言ったアグネスこれじゃないんだ。前のあの昔のそう、甘海の赤、あれ勝てた、赤海のめっちゃ甘いのがあったんだよね、あれみんな打ってた、上手い人たちステージが良くてね、うん、そう、これはこれで面白いんですけど違うんだ。ちなみにこれ99分の1ですか、120いくつのやつ、ちょっと重いのもありますよ、どっちなんだろう、このお店のは99の、私ね多分この99のかな、どっちか忘れちゃいましたけど一万発出しました、これで。おお、勝てるんです。だからあながちまあゼロではないんですよ、結構勝ってる、じゃあいいじゃないですか、得意機種です、大丈夫、一万発出るんだ、あの台出るんですよ、わということで本日は、大海アグネス勝てる説を2人で検証して確実に勝利したいと思います。あ、ちょうど赤い抜きましょう、はい、じゃあそうです、頑張ります、はい。よし、青山さん、はい、何でしょう、私のもう多分何でしょう、ライター生命をかけての実戦がこれから始まりますよ。わかりました、私もうそんなね、青山亮いや青山亮じゃなくて、新龍さんの言葉に二言がないことは分かってます。今日負けたら引退ということでぐらいの覚悟を持ってぐらいとかは分かりません。フリップの方には、はい、近江4のアグネスって書いてあったんですけど、なんと、なんとベルファンさん激アツ大海スペシャルのアグネスがありました。アグネスなんてこれじゃないんでしょ、だからまあまあ実はこれじゃなかったんですけど、こっちの方がいいじゃん。簡単に当てちゃうよ早い、ちょそりゃそうだよ、青山さんだってまだこれから先ね、長いライター人生がまだやめたくないまだしがみつく、強いなその思い早っ。ちなみに私も入ってるんですね、ワンプッシュ、負けたらやめるやつ、ツープッシュ、いやいやツープッシュ、一人かと思った。はい、ない、これあれですよね、確か奇数図柄が7ラウンドで50回つくのがすごい振り分けが多い台、アグネスはそうだね、56%、そうなんで、そこがいいところ、まああの ST は普通の甘海と一緒のオーソドックスな5回転で 9.9 分の1、
外れよった。はい、 9.9 分の1を引けばいいと。5回転は簡単に終わりました。あ、 SD は抜けちゃった。はい、あー、もう終わってしまいました。お、え、あ、裏返った。外骨天井プレミアやんか。やっちゃうよね。びっくりした。青山さん38回転。あチンゲンさん、私今から魔法使うんで。何？気をつけてください。今から魔法使いになるんで。あー、分かった。分かっちゃった。上がるやつやな、それ。プレミアはそうだよ、多分そ、あのプレミア S はその扱いなんじゃないのかな。そういうことか、うん、何パー？4パー。4パー。4パー。4パーやりました。15ラウンド。15ラウンドはでもあれか、点差ポが100までいくやつでしょう。そうですよ。ええー、なー。でも SC 当たった方がいいよね。いや、俺はね、なんか無駄遣いもったいないしちゃわない方がいい。長 いタイプ。長くしっかり、うん、ここで通常時の確率でって、うん、でも SC で連チャンした方が私は手っ取り早くて嬉しいな。まあ、確かに終わるのが偶数図柄か奇数図柄かで結構違いますもんね。連鎖ポの数が違うから、奇数で当たると7ラウンドで50回ついてくる。で、5ラウンドの偶数の場合はこの50回と25回が6636、まあ 5.5 倍ぐらいあるから25がほとんどなんですよね。だからいかに奇数で当てるか。15はまあ厳しいとしても。来た来た。何回転目？12回転目。あ、おし、奇数やったばっかりで当たりました。あれ引退。え、飛んでる、抜けて。ワンツーご機嫌か。楽しい。ええなあ。やった、やった。気持ちいい、気持ちいい。でもこうやってあの追い詰められてからっていうことですよね。スターはそういうことですよ。そういうところで、ね、真のスターは、ね、うんうん、でもね、俺そういう星の元じゃないんだよな。ダメ、言霊言霊。あ、俺は、俺はそういう、そういう星の元元じゃない。あれ角開いてんのかな。おー、来た、一回転。角開いてんのかな。 OK。 OK OK ベイベー。青山さんがそしてもう4連15ラウンド込みの。はい、止まりません。腹立つ。あと1回転なんですけど、さっきほど前回で学んだデモ出しをします。1回転で当てられるかどうか。動いていいかしら。チン様が勝てると思う台を打ってください。頑張りましょう。可動でしょう。はい、そして私は今連チャン中なんですけど、ここであと1回残ってます。 ST が 9.9 分の1を引けるかどうか。いきます。あー、あるある。
ある。おいで。わあ、マジで？すごくないこれ、前回やりたいやつ。わあ、当たった。あ、しかも奇数だ。あ、すごい。デモ出し当たるじゃん。忙しい海へ行くはずだったのに、君の予定が立て込んで、君の一言ショックだよ。さあ50回。まずは5回転の ST、 つないだチャンスだから、できればもう一個つなぎたい、たすきをつなぎたいところ。ブクブクブクある。おいで。 OK。 OK。 3回転好調です。しかもね、この奇数の方に寄ってるのが意外と後々効いてくるんで、出玉もちょっと違うから、多分200玉ぐらい違うんじゃないかな。5ラウンドと7ラウンド。え、いいんですか。あー、え、カメ保留内か、そういうことね。はいはい、カメが揃うっていう資産なんだ。やっぱ赤海勝てるわ。あの最高を当たり返すのね、これで言うとこの台は86回なんだけど、結構60、70、80出るとき出るっぽいんだよね、あの各台の最高大当たり回数を見てる限り。まだまだだから、これまだまだあるところある台だと思うんですよ。おっとおっ進みね、下段進み魚群、これは当たったでしょ。これ大丈夫です。どっちかな、もつ柄がどっちかの問題。もう怖いから見ない。8か。移動一応成功ですか。アグネスのサインとか見たいよ。出ない。自力で引けばいいのでしょう。いやー、テンパない。まあ、まずはね、ジャブ程度に、まずは、まあ、まあまあまあ。連鎖ポ抜けおくんですか。8連、青山さん8連だって。強くない？強すぎるでしょ。光ってます。保留が2回転目かな。さあどんな当たり方か楽しみ。あ、その感じ。なんて大胆なんだろう。2回転当たってました。よかった。あ、やばい、コメント欄がまた書かれちゃう。ブスのババアが歌ってんじゃねえよって。それはね、でもすごい難しい問題なのよ。まあそれなりの年齢という自覚はあります。かといって今できることといったら若作りは違うでしょ。年齢詐称ぐらいしかないんですよ。頑張ってこうやってスマホを離して見ていただいて、まあ、今36歳なんですけど、
33歳ぐらいまでにお願いできませんか。あ、ブスかブスじゃないかもうしょうがないですよね。でそうなったら私こうやって打ちますよ。こうやって顔を隠して、あ、でもこのさキャップでこうやって打ったらさ、すごい全てのみんなのストレスがなくなるんじゃない。コメント書いてくださる方大体もその2つは付きまとうものだから、生きててごめんなさい系は帽子が解決してくれると思うんですよ。だけど顔見えてもいいよって言ってくれる優しい人もいるから、そこを考慮すると全部はオープンしないけど斜めかぶりぐらい。どうですかこれ。あれ私なった違う人やばい、一番大事な部分がおろそかになっていた。帽子とか顔とかどうだっていいんですよね。いい当たりを見せていっぱい出せば、そういうことでしょみんな見たいのって。だから、まあ、約2000発持ってスタートしてもう4000発出てるよすごくない？1000円だよ投資。4回転目ホゼロ、おーなったすごいな、走る十分。4回転今日は勝てるんじゃない。チンさんも当たってるっぽいし、ライター生命かけたらやっぱり人はやるね私もそうだけど、チン様も何かがかかって本気を出すタイプか。さあ ST ラスト変動です。まあ、でもいい終わり方な気がする。 ST 最後何もないと悲しいからな。でもさっき偶数で当たってるんで25回なんですよ。本当は奇数の50回または100回取ってたらもっと最高の終わり方なんですけど、まあ、そこはしょうがないし、これだけ連チャンしてくれたら文句も言えないんですけど、終わっちゃいました。25回転だとねあっという間。来たかなこれ。いやーワンナーも、あっとふっふっ持ち玉。魔法使いになれるっぽいです、おそらくです、おそらくですこれえ赤海撃っときゃなんとかなる説っぽいっぽいです。あれおおなったシパーシパー引きました。嬉しい、まだライターやれるかもおじさんまあ15ラウンド電サポ100回ですから、さすがにここはまあ最低でも2連は大丈夫でしょう。まあ、電サポ100でね抜けなんてほぼないですよ。やれる俺まだあと2、3年はやれるかな。いた動いてよかったね。ここまでの流れはまあまあね、ちょっと光ってるように見えるんでチン様のところに行ってみようと思います魔法が使えたプラスじゃん。あそうだねプラスやめるもん
何をやめるの、ライターライター20年選手やめもありだよね、なしですか。いけるいけるいけ る, いける私5000発出ました。出しすぎ。あ、チンさんも頑張って。ここは大丈夫だと思いますよ、さすがにこれね、電サポ100は大丈夫でしょ。全ての力とオカルトを駆使して何としてもプラスにしてください。 Yes! お願いします。 Yes I do! いやちょっと嫌な予感するな50回半分いっちゃった。大丈夫？まさかね、そんなバカなことは。おっと、242が来た伝説の。いや、電サポあと23回、大丈夫か。ここ電サポ中に引ける引けないはものすごい大事だね。これ電サポ100回な上に今242ね、僕が好きなリーチメモ出たんだぞ。よって、4号ダブルなのにサメ絡みのやっぱねダブルラインは割と余分出やすいねだけど、いや90今3回転、いや大丈夫。わわわわわわ、いやそうですか、電サポ100抜けやばくないですか逆に難しいですよ、なかなか。やれますやれます、大丈夫かな。もうただもうここは攻め、え20年の経験生かしたらちょろいでしょこんなの。アイスイアイスイ、あと300玉ですよイエス。時間まだあるの。あるある、大丈夫大丈夫ですか。閉店まで行きますよ。